ようこそのお運びでありがたく御礼申し上げます。世の中の仕組みというものが、変わってくるってえと、人間のいわゆる人情まで、変わってまいりましてね。昔この武家の社会、とてもこの我々では話には聞いてて、ああそういうもんなんだな、そうだったんだなということは分かっていても、やっぱり実感としては分からないというものが随分ありますね。何しろこのその自分は、そういうその仕組みになっておりますから、侍の社会だけでなく、いわゆるこの一般の町家の方でもそういったようなこの考え方というものがありますね。ですからこの普通の奉公なんというのは、今その奉公なんというのはないんですからね。お侍の社会はとにかく自分はどうでもいい、己のことはどうでもいい、何といってもご主君のこと、家のことというんですから、今じゃとても考えられないというようなわけで、今どっか会社へ勤めて、そしてその社長のためにとかね、会社のために命を投げ出すなんというようなことは、それはありませんよね。考えられないんですから。たとえ私たちだって考えられない。それはまあ皆様方よりかなりいい加減なことを考えておりますから、余計考えられないんですけれども、それがこの昔はそういうことがあったんで、そうかね、そんなことがあったのかねというようなことが昔はいっぱいあったようでございまして、豪州彦根の城主井伊家紋の神様のご家来で柳田格之進という人は、文武両道に優れた立派なお侍、清廉潔白、曲がったことが大嫌いな人でございます。ところがちょっと正直すぎるんです。水清ければ魚すまずなんて言いまして、ああもう柳田も良いがな、うるさくてかなわんな、なんというんで人に疎まれる。しまいには上役の残言によってとうとう浪人をしてしまった。ご親族には何年も前に先立たれておりまして、今年18になりますお絹さんという一人娘、このお嬢さんと二人で浅草安倍川町の裏長屋住まい。昨日まで襖の風をいとっていたお嬢さんが、今では長屋の掃除洗濯賃仕事、父親に苦労をさせまいというので一生懸命に働いている大変に親孝行なお嬢さん。あの毎日うちにばかりおりましてはお体に障ります。たまにはお出かけになってはいかがでございましょう。いやどこへ参っても面白いことはない。よい、あのこの先の材木町というところにご願書がございました。あそこへ参りますればお相手も見つかることだと思います。たまにはごでもおうちになりましては。おうごか、しばらく囲っていないな。よし出かけてみるか。行ってみるってえとご願書ですから、大勢相手がいる、強いのもいれば弱いのもいる、いろんなのがいる。だけどやっぱりああいうものは語学でないってと面白くないそうですね。それはあのよく、強い人相手に、やりましょうよなんていう時には、ちゃんとあのハンデをつけてもらうね、将棋ですってと駒を落とすと、あるいはこの碁ですってと何目か犯してもらうなんというようなんで始める。だからこれはあんまりやっぱり面白くないんですよね。本当にこの力がこう語学だてと面白い、それとやっぱりある程度気が合わないってとああいうものはいけません。同じ勝負事でもお金をかける、博打、博打となるってえとこれ気が合わなくたっていいんです。この野郎嫌な野郎だなと思うってえと、よし今週から踏んだくってやるなんてんでね、投資というものが湧いてきますから、これはいいんですけれども、ご将棋はそうはいかない。で何日か通っているうちに柳田が見つけました格好の五敵は、馬道一丁目で七両替渡世を営んでおりますよろずや源兵衛という人で、年格好がちょうど柳田と同じぐらい、その界隈切っての物持ちでございますけれども、少しもぶったところがない折り目正しい誠に温厚な人が、柳田格之進の方も浪人者にありがちな品性下劣なところは少しもございません。浪人してもわしは武士だという凛としたところがありますんで、お互いに気が合いまして、もうそれから毎日時刻を違えず示し合わせたようにして、この御会所へ来て二人でパチリパチリと碁を打っています。柳田様、何でござるな。私と
柳田様と二人でいつもここへ来て、相手を変えずに碁を打っております。で、相手を変えないのでしたらここへ来ることはございません。手前どもへおいでになりませんか。いえ、もうここからはすぐでございます。晩席もありますし、ここよりは落ち着いて碁が打てると思いますが、いかがでございます。構わんのか。いえ、もうそらぜひ一つおいでいただきたい。では一つ、お邪魔するかな、なんてんで誘われるまんま、馬道一丁目のよろず屋宅へ、大勢の奉公人に迎えられて通されましたのが離れでございます。通りからかなりずっと奥まったところにありますんで、大変にこう静かでございます。六畳で二ところこうずっと空いてるね、縁がこうついておりまして、あっちこっちに庭師の道楽が見られるという結構な庭がこうあります。そこでお茶にお茶菓子、結構な晩席でもってパチリパチリと碁を打つ好きな人にとっちゃこれはたまりません。何番か勝ったり負けたりがあって、じゃあこの辺でそろそろ点で腰を上げようする。柳田様、なんです、まだよろしいじゃございませんか。せっかく手前どもへおいでいただいたんでございますから、お近づきの印といってはなんですが一口差し上げたいと思う。いや、そんなに固く考えることはございません。いえ、本当のこと申しますとね、私が飲みたいんでございますね。ぜひとも一つ、お相手していただきたいと思いまして。まあいいじゃありませんか。断れないんでしょうがないんで、腰をまた落ち着けるってえと晩が片付けられて、代わりにお膳が運ばれてくる。さあさあ、まあ一口なんて言うんでやったり取ったりが始まる。いろんな話をしている。大変に楽しい時を過ごして柳田が帰ってきた。さあ、その日をきっかけにもう毎日のようによろず屋の方から迎えが来ると嫌いなもんじゃありませんから、出かけて行って碁を打って、そしてまたいつもの通りこうやってやってで帰ってくる。で、8月15夜の晩でございます。このお月見というのをよろず屋では毎年のこのいわゆる年中行事にしておりまして、家内中が揃って月見を楽しむ。今夜は月見でございますので、お嬢さんをご一緒に行ってんで誘われたんですけれども、お絹さんは出かけられないというのはなりがございませんね。まして年頃でございますから、男は構いませんけれど女はそうはいかないね。継ぎはぎだらけの、それこそ草切りスズメじゃよそいは伺いません。お父上お一人でどうぞというんで、いつもの通り柳田が一人で出かけていく。十条の出し切ったとごちそうが並んでおります。天でに好きなものを取って、そして縁側ですとか庭のあちこちに置いてあります縁台のところ行って腰を下ろして、みんなで持って月見をする。一点くまなくさえ渡りまして、まことに美しいもんでございますな。さよ、見事でござるな。綺麗ではございますが、柳田様、この月もよろしゅうございますが、こう眺めておりますとやはり飽きてまいります。いかがでございます、今日はまだお相手をしていただいておりません。こういったようなことを、おおよろしゅうございますななんて好きですからね。二人でもってこれから離れ行って、またパチリパチリと碁を打ち出した。一番勝って一番負けて、今日はここらで切り上げておきましょうというんで、2番でよして、また元へ戻ってきて、みんなと一緒になって飲んだり食べたり話をしたりで、いつもより遅くまでよろず屋で遊んで柳田が帰ってった。旦那お呼びでございますか。おお、番頭さんか、こっち入ってくれ。どうしたい、もうすっかり片付きましたか。どうも、今日は本当にありがとうございました。もう毎年この月に、奉公人一度もう大変に楽しみにしておりまして、みんなも喜んでおりまして、そうかい。いや、毎年毎年の決まり事がなできるというのは大変に幸せなことですよ。それというのが、普段からね、お前さん方が一生懸命店のために働いてくれるんで、うちがそういうことができるというわけでな、私の方から礼を言いますよ。いや、どうもこれ恐れ入ります。何かご用でございましょうか。いや、早速ね、商売の話で申し訳ないんだけれども、ほら、なんかあの本所のお屋敷の方からお下げ金がなんか50両あるというような話をしていたが、あれはどうなったい。どうなったって、旦那に私それもう渡しましたよ。いつ、いつって今日ですよ。今日のいつだい。ですから旦那、ごは困るんでございますよ。いや、私が帰ってましたらね、旦那の姿も見えないんですから。どうしたんだって聞いたら、離れでごを打ってらっしゃるって。だから急いで私行ったんだからね。で、
受け取ってまいりましたが、どういたしましょうって言ったんですけれども、もう五人夢中で上の空でございます。何も返事をしてくださいませんので、しょうがないから、じゃあとりあえずここに置きますよって旦那の膝の上に置いたんでございます。そしたら、ああ分かった、もういいから向こう行ってなさいって言うんで、それから私下がってきたんですよ。その時に私見てましたらね、ちゃんとこの膝の上で、しっかり手で押さえてらっしゃいました。財布ごと置いたんでございます。ああそうかそうか、いやいやいや思い出した、うん、そういえばな、うん、金槌をこうおもちゃにしながら、こう私は碁を打ってた、うん、今思い出した、ああそうか、確かに受け取った受け取った、ああそうだったそうだった、うん、いやもうすまない、いやいやいつでもそうなんだよ、夢中になるとな、うん、ついついこのそのおかしいな、どうしたろうな、あの何でございますか、うん、どこへ置いたか、嫌ですよ、私は間違いなく旦那に渡しました、いい、そら分かった、そら分かったんだ、思い出したよ、間違いなく私は受け取った、そら覚えてます、そら覚えてるんだけど、いや碁をやめて元へ戻ってきた時私に手に持ってなかったの、そういやで、ここにも入ってないってことは、どっか離れに置いたな、ちょっと見てきておくれ、どうしたい、ございません、ない、今峰吉とね重蔵と一緒に、探さしたんだ、どこにもございません、よく見たね、よく見ました、これおかしいな、どうしたんだろう、あのな、ひょっとするとあの月見をしていた方に あるかもわかんないからよく見ておくれ、うん、どうした、どこにもございません、いやもう縁の下までよく見たんでございます、ございません、これおかしいな、どうしたんだろうな、旦那、ことによると柳田様がお持ち帰りになったのかもしれませんな、おいおいおい、めったなこと言うんじゃありませんよ、何を証拠にお前そんなこと言うんだい、いえ証拠があるわけじゃないんでございますが、だってそうでしょ、二人でもって碁を打っているところに私がお金を持ってって旦那に渡したのはね、でその旦那がそこに持ってない、知らないというんですから、あとは他に誰も入ってってないんですから、柳田様ということになるじゃありませんか、いやんなことはないよ、お前のさ、それはね思い過ごしというやつだよ、あの方はそんなことをなさる方じゃない、大変に立派な方なんだから、いやそれはんなことはない、それはでも立派な方っておっしゃいますけれども、あの方は浪人なすってるんでございましょね、え本当に立派な方だったら浪人なんてするわけがないんです、何かしくじりがあったんでご浪人をなすってらっしゃるね、それに私思いますのにはね、どんな偉い方立派な方でもついつい出来心ということがありゃしないかと思いますね、前に何度かお宅伺ったことはございます、安倍川町のあの裏長屋、ひどいお暮らしでございますよ、そういうさなか目の前にその金包みがあればどうしても思わず知らずということに、いやんなことないってんだよ、何を言ってんだ、大腸お前間に番がありますよ、私の膝の上に乗ってる金包みをどうやって柳田様がお取りになるんだよ、それはなんでございます、旦那が夢中になってその金包みこう離しましてね、碁を打っていらっしゃる、その時につるっとこれが膝から滑り落ちて転がって盤の下を抜けて向こう側へ出ます、柳田さんの目の前にひょっと見るとそこに金包みがある、相手は夢中で碁に夢中で考えてる、ああ今だなと一人でに思って思わず知らずこれをたもとにしまう、懐に入れるということがありゃしないかと思います、いやんなことはないよお前、いやもうそんなことはない、それはね、どっかから必ず出てくるよ、いえいえ、私はどうも気になって仕方がありませんからね、ちょっとこれから柳田さんのとこ行って聞いていきましょう、いいよいいんですよお前、余計なことするんじゃない、私の金なんだから、もういい忘れなさい、必ずどっかから出てくるから、これはもうね、徳兵衛としては面白くもなんともない、小さい自分からこの家へ来て一生懸命忠義を尽くしてきた、それを昨日今日知り合った得体の知れない浪人者を大変に贔屓にした、これだけでも面白くない、そこへ持ってきてひょっとするとあの方じゃないですかと言っただけ、言っただけなのにカーッと旦那がこうなっちゃって、筆持っていやーちゃーってんで血相を変えて怒ってる、これはもう面白くない、そのまんまほっとくわけにいかない、よし私も番頭なんだから、なんとか自分で調べようというんで、旦那いないそれで明くる日になると、ごめんくださいまし、おお、これはこれは、よろずやのご支配か、さあさあ
こちらへお入りなさい。まあどうぞお上がりなさい。うん、いや昨夜遅くまですまなかった。いえ、どういたしまして。玉井どもの主人大変に喜んでおりました。今日はちょっと柳田様にお伺いしたいことがあって伺ったんでございますがな。おう、なんだ。実は昨日手前どもへおいでになって、月見の途中で、離れで、うちの旦那と旦那様、柳田様と二人でごお家になりました。おお、いかにもおった。で、あの時私がね、あるお屋敷からいただいてまいりました50両の金を届けに行ったんでございます。うんうんうん、そういえば何かそのような話をしていた。あ、でそれがどうした。で、私ね、うちの旦那に渡したんでございます。ところがその50両の金がなくなっちゃったんでございますよ。うん、でずっと探したんだ。いくら探してもどこにもないんだからね。旦那持ってないで知らないって言うんでね、ことによると柳田様がご存知じゃないかなとこう思って私伺ったんですが、いかがでございましょう。ご存知ありませんか。しからばその金をわしが盗んだとでも。もういいえ、いいえ、盗んだなんてことは私申しておりません。よくこういうことがあります。思い違いという、旦那の膝の上にありました、その金包みがつるっと滑って落ちまして、転がって盤の下を抜けて柳田様の前の方に出ている。で、ここでよそうということになって立ち上がるときに、このことを一生懸命考えてらっしゃるし、また、昨晩は大層柳田様も、お酔いになってらっしゃいましたから、ついうっかりそれをタバコ入れか何かと間違えて、しまわれたということが、ありゃしないかと思いまして伺ったんでございますが、黙んなさい、黙れ。いかに酔っているといえども金包みとタバコ入れと間違えるようなことがない。うん、いかに窮しているといえど人のものを持ち帰るような、そこまで落ちぶれた柳田ではない。いやいや、ですから私は盗んだなんということは一言も申しておりません。もし万が一何かでお間違いになって、そういうことはない。ああ、そうですか。わかりました。柳田様にそういうことはない、知らんと言われればもうそれまででございます。わかりました。もう大変失礼をいたしました。ただ私もよろず屋の番頭でございますんでな、50両といえば大金でございます。それがなくなってそのまんま放っておくというわけにはまいりません。これからまたね、うち中をよく探します。探しまして出てくればよろしゅうございます。もし出てこない時には、お上へ届けます。その時には柳田さんもその場にいらしたんですから、きっとお調べを受けることになると思いますが、どうかそのおつもり様で、いていただいて。待て、何、奉行に届けると申すか。へえ、それは迷惑な話であるな。致し方ございません。いや、それは困る。なんとか思いとどまってくれるというようなことにはならんか。いえ、そうはまいりません。やっぱり神沙汰にしたいと具合が悪くございますから、それは困ったな。まことに迷惑なる話である。何としてでも届けるか。分かった、50両拙者が出そう。おさえでございますか。ありがとう存じます。断っておくが、わしは盗みはしておらんぞ。いえ、まあね、よく間違い事というものがありますから。そうではない、天地神明にかけてその金はわしは知らん。ただ奉行の調べは受けとうはない。今はない、明日昼過ぎに来なさい。それまでに整えておこう。ああ、そうですか。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。徳兵衛が帰ってくる。一人になって柳田がしばらくじーっと考えておりましたが、硯をそばへ引き寄せまして、すらすらっと一通の手紙をしたためました。絹や、絹、絹、お呼びでございますか。お、何か用をしておったか。すまん、ちょっとここへ来てくれ。実はこの手紙をすまぬが、
番町のおば様のところへ届けてきてくれ。ん？でな、しばらく会っていなかろう。今夜は向こうに泊めてもらいなさい。で、明日一日ゆっくり遊んで行方に帰ってくればよいから。分かったな。よろしく伝えてくれ。かしこまりました。あのよろず屋の番頭とお約束なさいました50両のお金、どのようにしておこしらいになるおつもりでございますか。うん、聞いておったか。いや、あれはな、心配することはないのだ。ある物持ちを知っておってな、何か困ったことがあったらばすぐに訪ねてきなさいとこう言われておる。そこ行った話をすればすぐになんとかなるであろう。いや、心配はないのだ。とにかくこの手紙早く届けてきておくれ。はい、かしこまりました。お手紙は確かに預かりました。あの絹からお願いがございます。ん？何だ？お腹をお召しになることだけはおとどまりくださいまし。なる、拙者が腹を切ると申すか。はい、あらぬ疑いをかけられたのが悔しさに、父上はお腹をお召して武士の赤き心をお見せになるおつもりでございましょうが、何と申しましても相手は町人でございます。父上の気持ちが通じません。柳田は金を盗んだのが現れたので腹を切ったと言われては何にもなりません。どうぞおとどまりくださいますように。そうか、お前には隠し事はできんな。ん？金、わしは今まで曲がったことをした覚えはない。それなのに浪人をした。また今盗みもせんのに盗んだと疑われて誠に無念である。それは確かにこの界隈きっとの物持ちとお歯打ちからした浪人者と二人きりのところで金が紛失をした。わしが疑られるのも無理からの話であるが、何とも情けない。それは奉行に調べを受ければしまいには身の潔白が明かされるが、一旦受けた汚名はなかなか拭えぬものだ。ん？柳田は盗みの角で調べを受けたということが広まってみろ、ご主君のまた我が家の家名にも傷がつく。それゆえわしは腹を切ってぜひともおとどまりくださいまし。腹をお召しになっても無駄でございますからおやめくださいまし。それより絹に考えがございます。どうか親子の縁を切っていただきとうございます。何？親子の縁を切れとは？そういたしますれば柳田の家名に傷がつきません。私が廓とやらへ身を沈めて50両の金はこしらえます。どうかそれをよろず屋の番頭に渡してくださいまし。盗まぬものなら後日必ず頼り出るはずでございます。その時には源兵衛徳兵衛二人を切って立派に武士道をお立てくださいまし。何を申す？ん？お前にそのようなことは。いいえ、絹は武士の娘でございます。この一言で柳田はもう何にも言えない。そうか、すまんな、許せよと言うんで道長屋の世間の何がしに話をする。えい、よろしゅうございますよと言うんで、すぐにこのお絹さんを連れて吉原の半蔵松葉といううち、話が決まって明くる日の昼前、柳田のところに50両の金が届いた。ごめんくださいまし。だる、うん、徳兵衛か、こっちに入ってそこを閉めなさい。こちらへ上がれ。さあ、50両の金ができた。よく改めて持っていきなさい。へい、あ、さよなら、ありがとうな。へい、間違いなくあるか。へい、ありがとうございました。どう、本当に助かりましてございます。思い違いということはあるもんでございますな。そうではない、わしは知らんぞ、その金は、なくなった金は。ん？まあ何でもよい、それを持っていきなさい。ところで後日頼り50両の金が出たそのような時には何とする？え？何ですか？ああ、あの後で他から50両の金が
いや、そんなことはありません。そんなことはありませんが、まあもしそんなようなことになりましたら、申し訳ございませんですから、お詫びの印に、こんな首でよろしかったら、あの柳田様に差し上げます。一つじゃ寂しいですから、主源兵衛の首と二つ一緒に揃えて差し上げますから。そうか。その言葉を決して忘れるではないぞ。へい、どうもありがとうございました。旦那、なんだ、亡くなった50両の金が出ましたよ。あれ見ろ、七度訪ねて人を疑えてことがある、よく探したのか、どっから出てきた。え、やっぱり柳田様がお持ち帰りになってた。何、実はね、あんまり気になりましたんでね、私昨日行ったんですよ、柳田様のところで。ご存知ありませんかって言ったらね、はじめ知らない知らないって言ってたんですがね、舞踊に届けますって言ったのね。そしたらね、そりゃ困るってね、じゃあその50両拙者が出そうってこうおっしゃって、今はないってね、明日昼過ぎに、来い、そしたら渡すってこう言われたんで、今行ってあのもらってきました。間違いなく50両ございます。どうぞ一つお納めを。バケ、なんてことするんだお前は。私がいいと言ったじゃないか。私の金なんだから私がいいと言った。お前の金じゃないんだバカ。なんて余計なことをするんだ。本当にしょうがないやつだな。よしんば柳田様がお持ち帰りになったとしたって、あの方がそうするんだ、よくせきのことなんだ。余計なことをしやがって。本当に早く行って返してきなさい。ああちょっと待ちな、私も一緒に行くよ。集中でもって急いで安倍川町の裏長屋、柳田のところ行ってみるってえと、表はもう釘付けになっていて入れません。家主立ち会いのもとで戸をこじ開けて中へ入って行ってみると、もう柳田親子の姿がございません。壁に紙が貼ってありまして、そこへぶっつけ書きで家主に宛てまして、長らく世話になったが家あって絶え引き移るものなり、道具万端は宿賃滞りの方にお売り払い下され、ご就労に柳田角の信としてある。大事な友を亡くしてしまったと、もうがっかりして夜座うちに帰ってきた。なんとしてでももう一遍お会いして、なんとかお詫びをしなきゃ私の気が済まない。いいかい、みんなどっかで見かけたら教えておくれ。それからな、あのあなた方もそうだというんで、出入りの者やなんかにまでみんなに頼んでおく。もう毎日毎日柳田のことばっかり考えてる。ところが猿もの日々にうとし、なんてことを言いましてね、だん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 日が経ってくるってえと、柳田のこともこの忘れがちになってくる。商売が忙しかったりするとね、もう近頃じゃすっかり忘れちゃってる。その年もずっと押し詰まりまして、暮れでございます、すす吐き大掃除ですね。昔の商人の大掃除は大変でございまして、店を休んでうわーってんで掃除をする。番頭さんが先立ちになって、これ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 、何をしてるんだお前たちは、早く掃除をしなさい。そんなところで日向ぼっこをしてるんじゃ、猫のひげを抜くんじゃない、ネズミを取らなくなるんだから、本当にしょうがない。早く掃除をしなさい。おい、何してんだ佐々木氏、早く離れ行って掃除をしてきな。旦那、旦那、なんだ、今離れの掃除に参りました。額の裏をきれいに掃除しようと思って動かしたら、ごとっとこんなものが落ちてまいりました。中にお金が入っているようでございます。ん、どれ。何、額の裏から出てきた、これだ。十五夜の晩に亡くなった金はこれだ。そうか、思い出したよ。碁の途中で私がはばかりへ立ったんだ。不浄な場所へ天下の通用を持っていくのが何か気になったんで、あの額の裏へひょいと挟んだ。そのまんま彫像している時にも碁のことばかり考えていて、出てきていきなり碁盤の前へ座って碁を打ち始めたんだ。あそこに挟んだことを忘れたんだ。してみると柳田様、あの50両一体どうなすったんだろう。言わないこっちゃねえや、徳兵衛のやつは。番頭さんを呼んできなさい。旦那、お呼びでございますか。十五夜の晩に亡くなった50両の金は出ましたよ。出ましたよ。出たから旦那に渡した、私は渡しましたよ。お受け取りになりましたでしょ。そうではない、柳田様はお持ち帰りになったんじゃないんだよ。今佐々木氏が離れの掃除をしている、額の裏から出てきたんだ。こんなところから、あそこは探しませんでした。どうしたあんなところ。いや、私が悪いんだよ。この途中ではばかりへ立って、あそこへひょいと挟んどいて忘れてしまったんだ。まずいことをしたな。これから手分けをしてな、すぐに柳田さんを探さなくちゃダメだ。それはおやめになった方がよろしいでございます。
どうしたらいい？いや、実はあの柳田様は50両の金を、私に渡してくれました時に、もし後日他から出た時にはどうするってこう言われましたね。そんなことはないと思ったね。もしそういう時にはお詫びの印にこんな首でよかったら差し上げますってそう言っちゃった。差し上げなさい、差し上げなさいね。あ、そんな首がついているから間違い事が起きるんだからね、ない方がさっぱりしていいんだ。それ一つじゃ寂しいと思ったんで旦那の首も一緒に差し上げるって言ったの。余計なことを言いやがって本当、まあしょうがない、とにかくあれだけの方に汚名を着せたんだ。あ、なんとしてでも探し出してな、それでお詫びをしなくちゃいけない。いえ、ですけどわからないんですから、旦那このまんまほっといたら何を言ってるんだい。お前だって知ってるじゃないか、あの苦しいさなか50両の金をおこしらいになったんだ。よっぽどよっぽどご苦労をなすったに違いない。何をなすったかわからないが、とにかくな、あのこのまんま黙っているわけにいきませんよ。私の気は済まない。あのみんなで手分けして、おい、みんなちょっとこっちおいで。あんた掃除は構わないよ。もうしなくちゃっていいんだ。あの以前うちに来ていたあのご浪人の柳田様、あの柳田様を探し出すんだ。いいかい、探した者には褒美として3両の金をやるよ。いいか、早く探してきな。へえってんで、まあ奉公人が喜んだね。何しろこの三両といえば大変な金でございますし、ましてやそのね、ああもう掃除はしなくていい。柳田が見つかればまず番頭の徳兵衛がスパーッと切られちゃう。そうすると2番番頭が1番番頭になる、3番番頭が2番番頭になるってんですから、もう奉公人が喜んで、はあ方々へ探しに行くね。はあ明日朝になってもまたそうです。朝早くに起きておまんまかっこんってとパーッとみんな出てく、日が暮れるってえと帰ってまいりまして、ただいま帰りました。みんな嬉しそうに駆け込んできどうしたい？あ、どうも番頭さんの前さ行ってまいりました。で、柳田様見つかったのかい？それなんてばさね、あんまり見つからないもんですからね、いかがなっちゃうね、しょうがないからね、今日はね、あの観音様にねお百度を踏んだんです。そんなことしなくたっていいんだいい加減にこう探しておけばいいんだから。でどうしたい？で、お参りを済まして出てくるってえとね、駅舎が出てたんでね、で、あの見てもらったんです。そしたらね、この尋ね人は必ず見つかるってそう言うんですよ。何？必ず見つかるってそうなんですね。だけどね、当たるも八卦、当たらぬも八卦なんてことを言いますからね、なかなか当てになんないなと思ってブラ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 歩いてきたらね、竹ちゃんのところでもってばったり出くわしちゃったんですよ。柳田様にか、下屋のおばさんに余計なこと言うな、心配するじゃないか本当に、なんてんでも徳兵衛はビク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 して、ただその年何事もなく暮れまして、一応来福新たもの春を迎えまして、元旦2日3日4日、4日目の日でございます。毎年決まっておりまして、主人源兵衛の代わりに徳兵衛が山手の方のお得意様をずっと年始回りをいたします。頭を共に連れまして、上下をちゃんとつけまして、方々を回って歩く。その帰り道、朝のうちからどうもなんだか泣きそうなこの空模様、昼過ぎになってとうとう我慢ができなくなったのか、ちらりほらりと白いものが落っこってきた。湯島の切通しの上へふっとかかった時には辺りはもう真っ白でございます。夕景で少し暗くなって、足元気をつけながらゆっくりとこう降りていく、下から上がってくる一丁の暗髪の官、傍らに侍が一人歩いております。総十郎好きに素だけ出しも長かった。つか袋をいたしました大将を刺して足田を履いて、渋茶の目を刺して顔の脇をしずしずと歩いてくる。坂の下まで顔に乗ってきたやつ、一旦降りて歩いて上まで登るというのは顔屋へ対しての思いやりでございましょう。はあ、おい、驚いたね。頭ご覧よ、すすだけ出せの長わっぱね、えすすだけ出せなんてのは一寸いくらてえもんだよ、それを長わっぱにしたら、ああ贅沢なことをするもんだな。視野の番頭だからすぐに寝踏みをする。すっとすれ違う途端にそこへお通りになるのはよろず屋のご支配徳兵衛殿ではないか。へへ、いかにも私はよろず屋の番頭徳兵衛でございますが、どちら様でございましょう。柳田格之進だ。はっ、お久しぶりでございます。しばらくであったな。皆さんお変わりないか。へ、おかげさまで皆達者に暮らしております。柳田様の大層ご出世の様子、お言葉をかけていただかなければわかりません。おかげで古州に帰参がかなって、今では江戸留守居役で300石頂戴しておる。よろず館へ挨拶に伺わなければと思っておるが、心に欲せぬことがあっていまだに無沙汰をしておる。源兵衛殿によろしく伝えてもらいたい。承知いたしました。いやー、春あった、めでたいな。そうだ、一献雲、
この湯島天神の境内にはうまいものを食べさせるうちがある。一緒に来なさい。それではしばらくお待ちください。頭、頭、え？柳田様だ。おしろ。へえ、大層立派になっちゃって。そうですか、それじゃあ分からねえよ。あんなに一生懸命探している時には見つからないで、こうやって何の気なしにひょいっと出っくわすんだからね。へえ、こいつは春から縁起がいいや、よくはないよ。一緒に来いってんだよ。仕方がないから行ってくるけど、お前さん先に帰って旦那にそう言ってくれ、遅くなって。いや、ひょっとするともう帰れないかもしれないって。そう言ってくれ。ああ、分かった、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行って、行って。お前なんだよ、人のことだと思って気楽に。白状だね、しょうがねえやな。お前さんがね、そんなことされるようなことをしちゃったんだからね。うん、でも長い付き合いだから、なんか送ろうね、早起きのいいのかなんか何を。柳田の後をついて湯島天神の境内へ入っていくような気がしない。なんかお閻魔様へ入っていくように。さあ一口参ろう。ありがとうございますが、ご使用いただく前にお話ししなければならないことがございます。ん？なんだ。あの十五夜の晩に亡くなりました五十両の金。よー、これこれこれ、待ちなさい。めでたい春だ。ん？その話は今はよい。ぜひともお聞きくださいまし。去年暮れの鈴明の時に離れの額の裏から出ましてございますってんで、パッと立ち上がって表へパッと駆け出そうとする。えいって気合をかけられるってやつ、そこにスターンと転んだ。何、あの金が出たか。そうか、なんたる今日は吉日なるぞ。ん、あの折約束をしたことがあった。よもや忘れてはいまい。へ、それならばよい。さあこちらに来なさい。ん？一口やろう。どうぞ店の方へ帰りとうございますので、このまんま返してくださいまし。そうか、よし、では早く帰りなさい。明日があるから。今夜は湯に入って体をよーく洗って、とりわけ首筋の赤を落としておくように。フラフラになってやっこさん店へ帰ってきた。旦那、聞いたよ。そうだったな。ああ、うん。で、どういうことになった。え？何？明日昼来ると。そうか。うん。あのな、こんな時に商売の話ですまぬが、お前明日の朝ちょっと早く起きてな、品川の辻様のところまで行ってもらいたいんだ。でその後な、目黒の山田様のところにな、回って、うん、手紙を書いておく。それを持ってって、返事もちゃんと受け取ってきておくれ。いいかい、分かったな。明日早いからな。うん、もう今夜寝なさい。明くる日になるってえと昼過ぎ、神物を脇に抱えました柳田格之進、よろず屋の前に立った。許せよ、おいでなさいまし。さあさあどうぞこちらへどうぞ。ご無沙汰をいたしております。いやいや、こちらこそすっかり無沙汰をいたした。つまらぬものであるがお納めくだされ。これはこれは恐れ入りましてございます。ありがとうございます。遠慮なく頂戴をいたします。柳田様、その節は大変に申し訳のないことをいたしました。あの折に柳田様のところへ参れと申しましたのは私でございまして、番頭の徳兵衛は何にも知らずに柳田様のところに参りました。あれには罪がございません。まだ先のある若者でございます。年老いた母親もおります。どうかあれは何事も知らずにやったことでございますので、罪がございません。私に罪がございますので、どうぞ私をお討ちくださいまし。あれは助けてやってくださいまし。旦那、何言ってるんですよ。おいバカ、お前使いに行かなかったのか。冗談言っちゃいけません。そんなこっちゃないかと思ったんだ。私はうちにいたんでございますよ。え、何を言ってるんです。柳田さん、それは違います。で、旦那がいくらそんなことをしちゃいけないというのに、私が勝手に行ったんでございます。旦那に罪はないんでございます。私をどうぞ切ってくださいまし。え、こちら、いや本当ですよ、私年老いた母親なんかいないんでございますから。どうぞ一つ私を切ってください。何を言ってるんだ。いい、どうぞ私をお切りくださいまし。これを助けてやってくださいまし。いえ、とんでもない、私を切ってくださいまし。黙れ黙れ黙れ。今更になってそのようなことを申して何になる。両名との切り捨てねば、娘絹に対して申し訳が立たん。それ直れ。し
仕方がない、お手打ちになろう。修習でもって手を合わせて一生懸命に念仏を唱える。柳田はさーっと立ち上がるってえと羽織を脱ぎました。大刀の鞘を払うってえと一足後に下がって刀を振り上げたいて、えい、気合いもろとも振り落とした。さあ二人の首はコロコロッと転がり落ちるかと思いのほか、床の間に置いてありました碁盤が真っ二つになっております。あ、柳田さん、お切りになりませんので。きらんとましたが、修習の情を目の当たりに見て柳田の心の切っ先は鈍った。無念であるが、両名とも助けて使わすわ。ありがとうございます、ありがとうございます。ところで、先ほど娘絹に対して申し訳が立たぬとおっしゃっておりましたが、お嬢様いかがなされました。あの折り渡した50金、娘絹が吉原へ身を沈めてこしらえてくれたものだ。それはとんでもないことをなさいました。おい徳兵衛、何をしてるんだ、早くお店を伺ってお嬢さんを迎えに行ってきなさい。急いでこれからみんなでもって半蔵松葉へ行ってお嬢さんを見受けしてきた。いや金すまん、なんとしてもこの両名切ることができなかった。不甲斐ない父である、勘弁してくれ。ほら本当は冗談じゃありませんね。今の娘さんたちだったらこれは許しませんよ。冗談言っちゃいけないわよ。すごい曲がりようですよ。もうこれからもうグレちゃいますな、ね、ところがその自分の娘さんまして武家のお嬢さんですから、お父上の気が済みますればそれで結構でございますというんで、まあこういうことで話は終わったんです。しかし人の縁ってのは不思議なもんでしてね、そのことがあってから前よりなお一層柳田とよろず屋とは近しくなりまして、しばらく経つってえとお絹さんと番頭の徳兵衛とが一緒になりまして、夫婦養子でよろず屋へ入った。これがまたどういうわけだか大変に仲が良い。しばらく経ちまして生まれましたのが男の子。その子を柳田が引き取りまして家名を継がせるという。堪忍のなる堪忍は誰もするならぬ堪忍するが堪忍、柳田の堪忍袋という一席でございました。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。お忘れ物のございませんように。ありがとうございました、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 ありがとうございました。毎回のお墓見でございまして、ありがたく御礼を申し上げます。愛大に挟まりまして、相変わらずおなじみのお笑いを申し上げます。一年のうちに誠に良い月と嫌な月がございます。このさみだれ月とか申しまして、入梅へ入りますとどんな綺麗好きな方でも方々がジメジメいたしてまいります。ちょいと表へお出かけになろうと思っても雨がしとしと降ってる。明日のことにしようじゃねえか、なんてんでうちにいる。退屈だから横になる、うたた寝をする、風邪をひくというものが順に言っております。あなた、あなた起きなさいよ、あなた。ここいらっしゃって寝てばかりだし、お風邪めすといけませんよ。あなた、あなた、あなた、はいはいはい、どうも、こんにちは、大変にごちそうさまになりました、ありがとう。何を言ってらっしゃるの、あたしですよ、あたし、あたし。お、こら驚いたね。何かい、今起こしたのお前かい。ああ、なんだそうかい。あ、バカバカしいね、どうも。人がいい子のうちで寝てるとこ出しに行くに起こすやつがありますか。ありますかったって奥いらっしゃると寝てばかりいらっしゃるんですもの。お店にいる時にはみんな店のものやなんかでわーわーわー笑ったりなんかして、今こういうものが来たんだ、こういうおかしいことがあったんだよ、こういう人が来たんだよって話して聞かせてくださいな。私奥に一人いて寂しいわ。おい、冗談言っちゃいけませんよ。おい、
俺は話し家じゃないよそんなに怒らなくたっていいじゃありませんか。のおかぜめすといけないと思ったから起こしたんじゃん。おかぜめすと思ったら何かかけてくれりゃいいじゃないか。せっかくいいとここれからってとこだそれを起こすから何もならへん。あら、あなたね、なんか面白い夢かなんか見てたんでしょ。それで私が起こしたもんだから怒ってるし、そうでしょ。どんな夢、どんな夢見たんです、貸してくださいよ。どんな夢、どんな夢ったってね、ああもうくだらない夢なんで貸してくださいな。ねケチね、ケチってのはないよ。いいよ、貸してもいいんだよ、貸してもいいけどねお前が怒るといかないから。あら、夢のお話伺って怒るものがありますか。怒らない、怒らないかお前。え怒らなきゃ話をするがね、どうも不思議な夢を見たんだよ。えとにかくね、俺が向こう島に用があって言ったんだ。それがえらい振りなんだよ、夕立ち。えじゃあ傘だし、こまげただろ。どうしようかと思って、途方に暮れたね、左を見るとね、軒をこう深く出てるね、ちょっとおつなうちがあったからね、やれ安心と思ってそこに飛び込んでね、そしてこの軒下でね、雨宿りをしてたんだよ。そしたらそこのうちの女中が見つけてね、あら、そこで雨宿りをなすってらっしゃる方、あのそこでは雨だれがかかりますから、こちらへお入りなさいましたら、いえありがとうございます、私はもうここで結構なんでございますと。おや、あなたは大黒屋の若旦那じゃございませんか。てんで俺を知ってるんだよ。ご新造さん、あなたが指示を大噂をしてらっしゃる大黒屋の若旦那がいらっしゃいましたよ。おや、そうかいって出てきたその夫人のいい女だったって悪い女だったって、あれが本当の美人ってんだね。年の頃はそうだね、25、6、背は高くなく低くなく、中肉中背、ぽちゃ愛嬌って手元に愛嬌があって、色白と思って泳ぐようにして出てきたよ。まあ若旦那、よくいらっしゃいました。さあどうぞこちらへお上がりくださいまし。いえどうぞお構いくださいます。私はもうここで結構でございますから。あら、いいですね、それしぶきがかかるんじゃございませんか。まあ昨夜どうしたの、若旦那早くお上げ申さないかいって言ってんで、その女中に手を取られてね、ついで上がったんだよ。まあ若旦那、よく来てくださいました。あのお店へはちょいちょい買い物に上がるもんでございますけれども、本当に指示を大噂ばかりいたしております。これと二人楽しく暮らしておりますと、まあよくいらっしゃいました。本当に今日はごゆっくりなすってと、いろいろ世間話をしているうちにお膳が出る、お料理がこり込んでくる、まあ一杯召し上がれってんでね、杯を刺される。まあ呆れましたね。あなたそれでその杯を受けたんですか。だからさ、俺もさ言ったんだよ。言うね、私はね、私の親父というものは三度の食事より酒が好きでございます。そのことして不思議にも私は一滴もいただきません。あれ、あんなことをおっしゃって、あのババアのお酒道具には蒸しますまいけども、まんざらどこも入ってないんですから、せめてお酒だけさしてくださいましよってんでね、すべ上手というものはしょうがないもの、やったり取ったりしているうちに、あれでなんだね、調子であれで3本ぐらいなんだかね、まあ切れましたね。あなたはね、お父ちゃんがね、毎晩お酒をあがるとそばで嫌な顔してるんでしょ。そういうとこ行くとあなたあがるんですね、本当に意地が汚いんですよ。予想じゃねえかこの話。よすことはないありませんか。聞いてるとは怒らないと怒るじゃないか。怒ってやしませんよ、聞いてるんですよ。それからどうしたんです、怒ってやりませんよね、え奥さんのね、ご親族のね、顔がポーッと桜色になるってね、いつしかね、いきなり人ね、三味線かなんか取り出してね、小唄の二つ三つもやってた後がどどいつ、
これほど思うにもし沿われずば私は出雲へ暴れ込むって歌い尻をポーンと上げて俺の顔をじーっと見てね俺はねどうしようかと思っちゃったね本当に、まあ、それからどうしましたおいおいおい俺いよいよよすよよすことないじゃないかそれからどうしたんだって怒っちゃいけないよもう怒らないと怒るじゃないかお玉が痛くなってきちゃうんだよどうもねご心臓私は少し頭痛がしてまいりましたああ上がれないところを無理にお勧めして本当にすみませんねどうしたらいいでしょうまあ竹屋離れの方へ支度をしてって離れの上半の座敷に床を引いて私を寝かしてくれていろいろ解放してくれてありがとうございますおかげさまで大変に楽になりましたまあ本当にわからんないようございましたね一っきりはどうなることかと思って随分心配いたしましたまあ若旦那あなたがね治ったら今度私が頭痛がしてまいりましたあそうですかじゃあ私がこう起きますからどうぞこうお休みますっていいんですよわからんなわからんな そのまま寝てらしてくださいまし本当にあの堪忍してくださいましね燃えるような長襦袢で、ね、伊達巻きでその方へ入らせていただきますからってんでその夫人がねぬーっと入ってきたとお思いなさいうわーーあ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 ーなんてこれ出すんだこれどうにお踊っちゃんに踊っちゃんに私はいつからあなたみたいな人はありません水知らずのお宅へ奪われお酒をもらってそれだそれだおいなおいおいおやじしかなんだいこの奥の騒ぎはえ夜でもあろうか昼しなかまあどうも泣いたり笑ったりわめいたりいい加減にさ、私は店にいて奉公人の手前決まりがありえ？あきんどの店にあるまじりまあせがれもせがれだがお花もそうだ少し足しなんだらいいだろあきんどの店にあるまじりお父っつぁんまことに愛すいません若旦那があんまり不行すぎすぎました、ね、私がご意見を申したのでございますえせがれが不行すぎえどんな不行すぎをしますこれ傷で ならないねどういう不行すぎを若旦那が向こう島にいらしたんでございますそしたら雨が降ってまいりましてこわげたでおいおいお花お前ね泣くとか喋るとかどっちかにしておく話がわからないよえせがれが向こう島へ用足しに行きましたうん夕立かいああ駒桁で困っているところ左側でも軒の深く出てそこへ雨宿りをした女中が目つけたおお知ってるあお得意様かああ奥さんが出てきてうん三味線をどどうも気さくな奥さんだねうんおうあれがせがれが酒を飲んだこりゃあ切れたわしが酒を飲むとあいつは嫌な顔するそれはそういうとこ行くとあいつが酒を飲むってのは不思議だねうん頭が痛くなって当たり前ですよお前そりゃ離れの上半の座敷えそのご婦人と床を敷いて寝たせがれがかいこりゃあ切れたえまあどうもお花お前がお盆の無理はないお父っつぁん私はやきもちで申すのではございませんその女っていうものは必ず主ある女に違いはございませんそこへ男が出てきて己魔男と言われたら若旦那がどんなご挨拶をなさいます男が悪苦しになって暴れてきてそれ店の呪いに傷がついてそれ店が潰れるなんてことが昔からございますお父ちゃんまことに何とも言ってやってくださいましまあ呆れたいやお前のお香の無理はないせがれほい何を笑ってやんだバカ野郎親や女房に背負いを沸かして何がおかしいんだよちょっと待ってくださいおいお花お前いい加減にしようお父さん本当にしてんじゃんお父ちゃん待ってくださいいやこれね夢なんですよなんだ夢だ
バカなこと言いなさい。お花泣いてさ、泣いて騒いでたって夢なんですよ。いや、こういうわけなんで、店が空付いたんで、ひとっきりしましたからね、奥に来てね、トロトロっとして寝たんで。で、夢、こういう夢を見たって。それで夢の話をしてくれって言うから、嫌だと思ったけど、話をしたんで。そしたらこの騒ぎになっちゃった。だから、腹が枯らしまいまで夢なんですよ。いや、夢って、お花、せがれは夢だったじゃん。夢でございます。呆れたね、まあ、いつにぞバカバカしくて腹も立つ。夢なら何もお前泣いて騒がなくたっていいだろ。まだな、普段こういうことがあったらすらましを面白かろうと思っていらっしゃればこそそういう夢を見るんです。せがれもすな手数のかかる夢を見なさん。店行ってなさい、店。呆れたもんだ、まあ、しかし、なんぼ若い者とは言いながら、しかし小言は言うまい。お前には亭主、私にはせがれだ。うん。うちのためを思えばこそ、お前が夢にまで、お前が心配をしてくれると、よくわかるよ。小言は言わないよ。しかし、お花ね、せがれが夢だってんだから、勘弁してやってくれ。お父っつぁんにお願いございます。なんで改まって、なんで願いてんの。お父っつぁんに、あの若旦那がいらした向こう島のお宅に行っていただいて、なんでせがれに酒を飲ました、なんで不死だらなことをした、小言の一つも言ってやってくださいまし。おい、お花しっかりしてる。おい、せがれは夢だって言え。夢のところになんで私が行かれるの。お父っつぁんご存じございませんか。阿波島様の神の声を読み上げて、誰それの見ました夢のとこへ導いてくだされば下の句を申し上げますとお願いすると、その夢のとこへ行かれるということを私は聞きました。うん、そうか、そんなことをわしも若い分に聞いたことがあった。じゃあこうしよう、今夜ね、寝てね、向こう島へ行かれて、もしその夫人に会えたら、そしたら私が小言の一つも言ってやりました。いえ、今夜では困ります、今ここへお休みの。馬鹿なこと言っちゃいけない。おいおい、ダメだよ、それはお前のままだ。私が死ぬねってものはしたことないんだから、お前はね、そういう、わ、いや、しょうがないね、まあ、分かったよ、それじゃ寝ますよ。お前言い出すと聞かない。いやね、おいては子に従いてな、このこった。いやいい、いい、寝る寝る、寝ますよ、枕なんでいらないよ。阿波島大明神様、どうぞせがれが見ました夢のとこへ導いてくださいますようにお願いいたします。阿波島大明神様。ご神祖さん、大黒屋の大旦那がいらっしゃいましたよ。おや、そうかい。おや、こちら様でございましたか。先ほどはまた、せがれがまたいろいろご厄介になりまして、ありがとうございます。お父っつぁん、どうぞお参りくださいます。いいえ、もう少しで小闇になるからって お勧め申したところ、何でも急に急用ができたからってお帰りになったんですよ。まあ、お父っつぁんお参りくださいまし。さようでございますか。じゃあちょいとあげていただきますかな。ごめんくださいまし。おやおや、ああ、結構のお住まいでございますな。第一、お掃除が行き届いてるから、男の間のご様子、お花の池ぶり、お軸といい、これはまたお庭が結構ですな。広々としていながら、この小鳥がこうさえずって、絵でございますな。どう、まあ、お父ちゃんのお褒め上手だ。あの、竹、早くね。なんだね、お茶を持ってくるものがありますか。さっき若旦那が何とおっしゃった。私は飲まないけども、あのお父っつぁんは三度の食より酒が好きだとおっしゃったじゃないか。早くお酒を。ご神祖、お酒は私はご返上をいたします。そんなことおっしゃらずに、お気に召すか何だか分かりませんけれどね、たくさん召し上がってくださいますよ。さようでございますか。いや、実はな、ご神祖の前でございますがな、私は酒と聞きますと遠慮というものがなくなってしまいまして、それではせっかくのおぼし飯でございますから、一本いただきますから、一本とおっしゃらず、たくさん召し上がってください。早くお顔をつけて、何、火を落としてしまって。しょうがないね。お父
父っつぁん火を落としたそうですから、今に火を起こして早くおかんをつけて。あ、お父っつぁんこうなさいますよ、あのおかんずつく間冷やで召し上がったらいかがでございます。いや、冷やはいただきません。それがね、ご心臓、私は冷やでしくじりましてな。え、それから冷やというものをいただきませんね。いえ、待っておりますと。どうも、あ、すみませんでございます。いや、私は若い自分が気の短いたちでございましてな、店が引けまして奥に参りまして、もう熱いのが一本ついておりませんと、もうお膳をひっくり返したりなんかして、死んだばあさんがどのくらい困ったか分かりません。おかんはまだでございましょうか。しょうがないね。はい、おっさん、一杯だけ冷やをお召し上がり。いえ、冷やはいただかないんです。いえ、どうぞ、ご心臓、冷やはいた、お父っちゃん、お父っちゃん、お父っちゃん、はい、よ、これ、お、これは不思議だね。お父っちゃん、向島のお宅が知れましたか。うん、知れたよ。しかし、惜しいことをしたな。おこごとおっしゃろうてえとこ大越し申しましたか。いや、冷やでもよかった。東西落語名人会、昨晩は桂枝雀さんの船弁慶でした。今夜は三遊亭円楽さんの中村中蔵です。円楽さんはご存知の通り、昭和最後の名人と言われました圓生師匠の直系の愛弟子で、正統派の大きな話芸、レパートリーの広さ、メリハリのある功績といったところが、師匠譲りの芸風です。違いを申しますと、まあ、僕の感覚で申し上げれば、師匠が落語家でありながら、どこか役者に近いような色気、艶っぽさというものを持ってらしたのに比べて、円楽さんは、まあ、色気なしとは申しませんが、それよりも大らかさとか男っぽさ、骨っぽさ、書道字で言いますと、その楷書に近いような、骨太のような持ち味ではないかというふうに思います。もう一つ決定的な差なんですが、これは世代の違い、落語家の生まれた世代の決定的な違いなんですが、昔はその話をうまく、師匠に教わった通りにうまくやってれば、まあ、一人前と言われたんですが、現代に生きる落語家というのはとてもそういうものではございませんで、自分パーソナリティ、そういうものを、前面に押し出しまして、考え方、大げさに言えば生き方、感じ方、意見、それから世相批評に対するセンス、そういったものを前面に押し出して、それで自分をアピールすると、それでないと現代のそのエンターテインメントの一つとして生き残れないという難しい時代になっているわけですね。その部分でも円楽さんという方は、まあ、東京の立川談志と並んで知性派と言われている一人ですから、枕の部分でも大いに知性と感性